XPIC って知ってる？キックスターターで話題のネオジム磁石製のピック。ピックっていうのは一般的にこういう三角形っぽい板で弦を弾いて音を鳴らす道具。XPIC はこれをネオジム磁石で作っちゃいましたよって感じのやつ。これ物理的に弾いて弾いたり、特殊なね、なんか擦らせたりとかいうそういう感じの特殊テクニックでエフェクトっぽい音を出せるらしいんですが、それよりこれすごいのが弦に触れなくても磁石の力で音を鳴らすことができるらしい。めっちゃやってみたい。ってことで今回は作って実際に音が鳴るのか検証していきたいと思います。今回はダイソーのめっちゃちっちゃいネオジム磁石を使っていきます。実際の製品は全部ネオジム磁石でできていて、 S 極 N 極の極性とかも結構性能に効くらしいんですけど、まあそこはね、まあ、今回は実験なんでいいでしょうっていうところで、今回のピックは実際に弾いたりとかはできないので、特殊奏法のところの検証は置いておいて、実際にね、非接触で弾けるのかっていうところ、そこに焦点を当てて検証していきます。じゃあ 3D プリンター。OK、できた。いらないところはペリッと。ガサガサっとしてるところはちょっとヤスリで磨いて、と。ヤスって白くなっちゃったところはターボライターでちょっと炙ると、色が元に戻る。OK、いい感じ。じゃあ最後にマグネットを仕込んだらこれで完成。あれ北向くワンチャン方位磁石になったりしてやっぱ重すぎた。気を取り直してギターで検証していきましょう。チューニング OK。 まずは普通のピックからクリーンセッティングで、その後マグネットで弾いていくよ。普通のピックでクリーンセッティングだとこういう感じ。じゃあ次、マグネット。全然ならない。というか、なんか近づけすぎて当てちゃう。一応ね、震えてはいるんだけどね。ちょっとクリーンだときつそうなので、歪ませてみる。パワーコードだとこういう感じ。単音弾きだと、じゃあマグネットバッキングできてる。あっと、結構コツがある。お、いけそう。できるだけ低空で素早く。もうちょっと磁力が強ければいい感じに弾けるかも。ってことでマグネット追加。やっぱ磁力は強い方がいいね。ということで音は出た。ってことで一応満足かな。やっぱ出ちゃうな。結構難しい。ってことで本家のやつはめちゃくちゃねすごい技術が入ってるらしいので、どういう感じに仕上がってくるかちょっと楽しみですね。ってことでまあ自分は普通のピックの方が好きかな。でもロマンあるよね。プロのギタリストがどういう感じに使いこなすのか超期待。今日も楽しかった。じゃあまた。